こんにちは、ネギョです。本日も仕込みをしていきたいと思います。今日も船橋市場にね、行ってまいりましたので、いろいろ仕込んでいきたいと思います。よいしょ。こちらがね、まずアジでございます。今日はどこだったかな。ちょっとど忘れしちゃいましたけど、島根だったかな。のアジでございます。今日のもね、割と丸っこい感じでございますね。よいしょ。お、ありがとうございます。リュウさん、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今日もね、アジから仕込んでいきたいと思います。よいしょ。よいしょ。さてね、今回はね、タイトルはですね、よいしょ、沖縄でね、よいしょ、スクがね、大量ってことでね、高級なスクってって感じにしといたんですけどね。よいしょ。まあ割とね、よいしょ、スクって言って、沖縄のね、調味料のスクガラスなんて言ったりするやつの、よいしょ、原料になるやつなんですけどね、お魚でね。お、あれです、やった、一人目だ。ありがとうございます。本当いらしていただきありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。よいしょーと、まあ、スクってやつと、よいしょ、唐辛子とかをね、島唐辛子でしたっけね、を漬け込んだ調味料ですね。まあ塩漬けみたいな感じになってるんですかね。よいしょ。それがね、マスクガラスってやつでございまして、よいしょ、まあ、おそらくそれをやったりとか、まあそのまま食べたりするように、結構ね、沖縄では高級魚で扱われているようでございますね。よいしょ。お、あらだす、頭とか出しにするんですか、美味しそう。ありがとうございます。よいしょ。アジは後でね、そうですね、やっていきますね。よいしょ。まあなんかね、ちっちゃい小魚なんですけどね、割と沖縄以外というか、まあ大人はね、大人になった状態は嫌悪というかね、各地で嫌われ者になってるお魚でございましてね。よいしょ。あのアイゴってやつなんですけどね。よいしょ。まあ背びれとかにも毒があって、よいしょ、で、あの海藻とかもね、食べるっていうようなお魚でございまして、よいしょ、結構ね、各地で嫌われ者みたいな感じで扱われているお魚なんですけどね。さて、お次はこちらカマスでございます。よいしょ。今日はね、千葉のカマスでございます。よいしょ。丸丸してて、よいしょ、いい感じのところをね、仕入れてまいりました。よいしょ。超あれです。嫌われ者か、かわいそうだな。そうなんですよね。よいしょ。まあ毒があるとね、なかなかね、その流通とかに乗せづらいとか、そういうのがあったりですとか、まああとはパッと仕込むとちょっとね、香りが独特だなので、まあちょっと使いづらそうだなみたいなところがあるお魚なんですよね。まあ海だと、まあ陸だとね、あの草食べてるものは美味しいって感じでなってるんですけど、海ですとね、まあ草海藻とかを食べてるやつはなんかね、ちょっとね、香りが独特みたいな感じで、なんか逆にあんまりね、美味しくなくなっちゃうっていうのがありまして、まあ面白いですよね。よいしょと。まあそんなわけでね、海藻を食ってるアイゴはね、人気がないんですけどね、けどちゃんと仕込んであげるとね、結構美味しいお魚なんですよね。まあ皮をね、しっかり取ってあげるっていうのが割とポイントになってきますね。よいしょ。お、ありがとうございます。カマス養殖カマス。はい、そうですね、うまいですね。はい、カマスね、なかなか太ってるカマス入りましたよ。よいしょ。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。カ
カマスをねさばいております。よいしょ。この子はちょっと柔らかめですね。よいしょと、よいしょ。まあアイゴもね、さすがにね、やっぱりそのヒレがね、その毒があるっていうのがまあ結構ネックなんですよね。味的にはね全然使ってもいいなって思うんですけれども、まあ毒があるんでね、よいしょ。まあたまに市場とかにはあるんですけど、よいしょ。まあ仕込みしててね、こう刺しちゃっても怖いんで、まあ、なかなかヒレがある状態だとね、ちょっと仕入れがねちょっと嫌だなっていうのはありますね。ネットとかで仕入れる分には、ヒレをね外した状態とかでこうね、送ってきてくれる業者さんもあるんで、まあ、そういうのだったらね、まあ安全なんでいいんですけども、なかなかねそこがねちょっとネックだなと思っておりますね。漁師さんもいちいちねヒレ切ってってなるとねめんどくさいですからね。よいしょ。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。僕もこの間釣ってさばきました。おー、そうなんですね、すごいいいですね。自分で釣ったやつは格別ですよね。よいしょ。お、あれです、毒が一番すごいお魚さんって誰そうですね、一番すごいは何なんですかね。まあ一番って言ったら、まあ有名どころの、まあフグさんはね強いですけどね。よいしょ。あのね、毎年こうね俺は大丈夫みたいな感じでさばいてね、こう大変なことになる人が後を絶たないっていうねお話があるぐらいね強い毒でございますのでね。まああれは食べて毒なんですけど、まあ刺されて毒がね入るっていうタイプも、そういうねアイゴとかねミノカサゴとかいろいろあるので、まあね強い毒は結構ありますよね。まあ刺される方はねそんな死んじゃうほどではないじゃないんですけどね。よいしょ。よいしょ。お、ありがとうございます素晴らしい気持ちですね。いえいえいえ、ありがとうございますこちらこそコメントありがとうございますよいしょ。次はイワシですね。よいしょ。今日は北海道のイワシを入れてまいりました。まあちょっと太ってそうですけど、どうですかね。お、あれです、内臓食べたいなるほどでございます内臓もね、よいしょ。まあ結構基本的に苦かったりしますけどね、ちゃんと洗ったりしてあげれば。まあただね、肝臓とかもね栄養豊富なんですけど、豊富すぎるゆえにねちょっと食中毒が発生したりなんてこともあったりするので、まあお気をつけて召し上がっていただけたらと思いますね。まあ、生で食べると完全にお腹痛くなりますんでね、そこは要注意でございます。よいしょ。お、あれです、お手手激痛走るんですかまあそうですね、おそらくそういうことになりますね。まあちょっとねやったことはないんですけどね。よいしょ。ね、やっぱり毒系ね痛いって聞きますね。アイゴとか、さっき言ったミノカサゴとか、あとゴンズイとかも結構有名ですね。海のナマズなんですけどね。よいしょ。まあなんかゴンズイ美味しいっていう情報があったんで、ちょっとその辺はね結構気になってますけどね。昔はよく夜釣りとかで釣ったんですけど、最近夜釣りとか行かないんで、ちょっとねさばいてみたいなとは密かに思っておりますけどね。よいしょ。お、ありがとうございます。身は開いて一夜干し、残った頭炙って出し取り、そんなんで全部食べます。好きです。あ、初見ですありがとうございます、いらしていただきありがとうございます。いいですね。そうですよね、余すとこなくね味わえますからね。よいしょ。美味しいですよね。まあうちだとね、あのお寿司とね刺身がメインな感じで、骨とかはあら用ですね、あら汁とかの出し取り用に回しております。よいしょ。お、あれです、お店出してるんですかあ、そうですね、はい、私がね、あのネギオ寿司のネギオと申しまして、千葉のね、千葉県の鎌ケ谷市ってとこにお店あります。よいしょ。一応関東圏はねケータリングとかもやってますんで、ご用があればLINE のね URL からねいただけたらって感じなんですけどもね。よいしょ。こちらが新子入れてまいりました。よいしょ。今日はね佐賀ですかね、佐賀の新子です。だいぶねお値段は安くなっておりました。よいしょ。
お、あれです、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。進行さばいていきます。よいしょ。お、あれです、ゴンズイは味噌汁がおすすめ。そうなんですね。ねえ、ゴンズイ食べたことないんでね、ちょっとね気になってますけどね。しょ、誰か釣ってきていただけたら嬉しいななんて思っちゃいますけどね。よいしょ。ねえ、自分で頑張って釣ってもなかなか釣れないんでね。お、あれです、お兄ちゃんずっとシーバス釣って写真 LINE で送ってくる。あ、そうなんですね。シーバスも結構ね人気ありますからね。やっぱりスズキでね引きもいいし、まあだいたいやる人はルアーが多いんで食べたりとかはしないんだと思いますけれども、食べてもね結構美味しいですね。今日はね久しぶりにスズキ入れてまいりましたね。まあ夏のお魚なんて言ったりして、まあ、ちょうど太ってるのがあったんで、まあ、あんまりね太ってるのがねいないんですよね、スズキはね。餌取るのが下手なのか食欲があんまりないのかちょっとよくわかんないですけどね。でっかいしいっぱい餌取れそうなんですけどね。お、あれです、ちっちゃいお魚さんかわいい。ありがとうございます。そうですね、新子ね、先日入れたのはちょっと鮮度が微妙だったんですけど、今日のやつはね鮮度も良くて、まあ値段も手頃だったんでね、いい感じだなと思って入れてまいりました。まあこの間みたいにめちゃめちゃちっちゃくないんで、まあこれぐらいの方が自分は美味しいかなって思いますけどね。よいしょ、ちっちゃい方がね、まあ高価でね、こうなんかもてはやされるところはあるんですけどね。お、あれです、受験勉強中にこれが見れて幸せです。そう言っていただけて何よりです。受験勉強ね大変ですからね。お疲れ様でございます。よいしょ、頑張ってくださいませでございます。よいしょ。お、あれです、今日鼻声ですか、気のせいかな。あ、どうですかね、あん鼻は結構元気かなと思ってるんですけど、ちょっと連日なんだか忙しかったんで、なんだかってのもあれですけど、ありがたいこと忙しかったんで、それでちょっとお疲れ気味なところはあるかもしれないですね。よいしょ、失礼いたしました。よいしょ。おっとおっと。お、あれです、さばけないから食べないって言ってました。あ、そうなんですね。もったいない。まあルアーの方はねなかなかね召し上がらないんですけどね、そもそもでも、そもそも論ね。はい、よいしょ。まあね、ぜひね、いっぱい釣れるんでしたらね、さばけるようになったらね、楽しいっちゃ楽しいですけどね、おすすめではございます。よいしょ。お、すこむちゃん、おはよう。おはようございますでございます。よしよしよしよ。お、あれです、ルアーでシバス釣ってよく食ってます。昆布締めや漬け、からけど美味しくて、いいですね。いいですよね、釣りたては鮮度もねかなり抜群ですからね。よいしょ。いや、いいですね。よいしょ。やっぱ大きいの結構釣るのねいいですよね、楽しいっすよね。まあ自分は最近あのアメリカナマズと遊んでおりますけれどもね。よいしょ。お、あれです、お疲れ様です、お疲れ様です。お疲れ様でございます、お疲れ様です。ありがとうございます。よいしょ、今日もね、よいしょ、仕込みを頑張っております。よいしょ。小肌はねちょっと大変ですけどね、細かくて。よいしょよいしょと。お、あれです、シーバスの口かわいいねって言って自慢しています。してきます。なるほどです。まあ口かわいいっちゃかわいいですけどね、大きくてね。いやいや、かわいいってね言ってもらえるといいですよね。よいしょよいしょ。まあそんなわけでね、今回ねスクのお話をねしてたんですけどね、どうなんですかね、沖縄の方でね稚魚が集まるんですかね。ちょっとねアイゴの生態ちょっとよそこまでよく分かってないんですけれども、よいしょ、まあかなりね高値で取引されてるようでしたらね、各地で増えてるようですので、頑張ってね沖縄で取っていただきたいってとこはありますよね。よいしょ、いっぱい稚魚取ってくれればね、他のところでね減るかもしれませんからね、沖縄の方に頑張っていただきたいなと思うところはございますけれどもね。よいしょ、よいしょ。まあ今ねどうしてもね魚、人間が取る圧力が強いので、まあ人間がね取らないお魚はねどうしても増えていっちゃうっていうね
ものがやっぱり各地でね現象として起こっておりまして、まあなんかウツボが増えるとかね、エイが増えるとかね、よく言ってるんですよね。よいしょ。まあなかなか使いづらいからね、割としょうがないっちゃしょうがないんですけども、お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨夜も遅くまでお仕事されてました。朝も早いですね。夜はゆっくり寝れてますか。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。そうですね、昨日は結局何時でしたかね、2時ぐらいに寝た気がしますね。はい。2時に寝て5時に起きました。よいしょ。まあ今週ありがたいことにね、忙しいんでちょっと睡眠時間ね、なかなかちょっと少ないですけど、まあ頑張ります。よいしょ。お、あらだす。にげさんの可愛いですよね。包丁ザクが好きすぎる。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ポイント。お、あらだす。公安部シーバサ60超えると臭みが出たり身がパサついてくるので、50世時代が食い出と味のバランスがいいです。そうですね、シーバスはね結構ね、あのスズキはちっちゃい方が美味しいんですよね、実はね。でしょう。市場でもね、あの大きいシーバスの方が結構お値段は高いんですけど、なんかね大きくなるとやっぱりあの水吸っちゃいやすくなったりですとか、あとは先ほども言ったんですけど、食欲がないのかね、そのご飯食べるのが下手っぴなのか、すごい痩せてる個体が多くなっちゃうんですよね。それなんであんまりね美味しくないんですよね、大きい方がね。高いんですけどね。よいしょ。まあ割と水産物ではよくある話なんですけれども、お値段とね美味しさが一致しないっていうのは割とよくあるお話でございます。よいしょ。お、あれです。スズキってシーバスだったんだ。あ、そうですね、はい、スズキちゃんがシーバスでございますね。はい。よいしょ。海のバスってやつですね。よいしょ。まあ釣り人さんとかね、料理人とかね、いろんな方々で呼び名が違うんでね、魚は難しいですよね、本当にね。よいしょ。小肌でございましたと。よいしょ。白ギツですね。よいしょ。まあ握り用というか天ぷらにしようと思ってまた買ってまいりました。よいしょ。まあ先日のね、まあ好評というかやっぱ美味しかったですね。自分も味見したんですけど、白ギスの天ぷらすごいうまいですね、やっぱりね。さすが天ぷらの何でしたっけ、女王でしたっけ。なんかそんだけ言われるだけあって、めちゃめちゃ美味しくて、お客さんもびっくりしてたんで、じゃあまた入れてこようってことで入れてまいりました。お、あれです。ショートスリーパー。ショートスリーパーではないんですけどね、はい、もういくらでもまだまだ寝れますけれども。市場行かなきゃっつって、はい、頑張って起きて仕事をしております。よいしょ。まあ今日もね起きれていい魚買えたんで、まあいいかなって感じですけどね。よいしょ。ちょっと鱗新鮮なんでかなりしっかりしてますね。鱗引きでいくから。よいしょ。お、ありがとうございます。キスの天ぷらを食べる国宝。確かにめちゃめちゃ美味しかったですね。びっくりしました。いやいや、こんなキス美味しかったっけなと思いましたね。よいしょ。やっぱりちゃんとさばいて冷蔵庫でしっかり寝かしといたのが良かったんですかね。よいしょ。なんかね冷凍とかでね、よくねキスの天ぷらとか言って開いてやるやつとかが売ってるんですけど、それだとそんなに美味しい、まあまあまあ美味しくなくはないんですけど、そんなめちゃめちゃうまいみたいなイメージがなかったんで、いやー、さばくと全然違うのかななんて思ってびっくりしましたってところでございます。よいしょ。お、あれです。名前初耳なんと可愛いのばっかだ。最近起きるのしんどい。あら、まあ大丈夫ですか。よいしょ。そうですね、まあうちはね結構ね珍しいお魚いっぱい使うのでね、まあキスは白ギスって言うんですけどね、結構有名っちゃ有名なんですけど、まあ釣りとかするされる方の中では有名っていう感じなんですかね。砂浜にいるお魚でございましてね、よいしょ。江戸前の天ぷらとかでね、とっても有名なお魚です。よいしょ。天ぷらだと高級だねみたいな感じですかね。よいしょ。釣りがうまい方はねいっぱい釣られるってすごい感じなんですけど、よいしょ。
自分なんかはねもう何年も釣れてないですけどね、はい。よいしょ、ね、夏も、ね、今暑いですからね、お体も気をつけていただけたらと思います。お、ありがとうございます。こんにちは、初見です。ありがとうございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、いつもね寿司屋の仕込みしてますので、よかったらぜひでございます。よいしょお、エレダシさんもありがとうございますよいしょ、お、ありがとうございます。こんな小魚、氷水を半分入れた蓋をつけましたガシャガシャしてめちゃめちゃ早く切れないですなるほどでございます。確かにそれもありですねまあけどね、寿司屋なんでね、綺麗に仕込んどいてあげた方がまあやっぱりねいいかなって感じがあるので頑張っております。よいしょ、まあ魚も好きなんでね、あんまりね雑にするのもどうかなみたいなのがあったりするのでね、頑張ってますけどもね。よいしょ、お、ありがとうございます。キスは簡単に釣れて死ぬほどうまいので最高ですねえ、うまいっすよね、まあ、簡単には釣れないんですけどね全然釣れないんですけどうまいですね、はいねえ、よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、お、あらす、キスって魚に喜ぶって書くんだ。そうですね、はい、やっぱ美味しいから昔の人も喜んだんですかね、ちょっとね語源は知らないですけども、はいよいしょ、とっても美味しいお魚でございます。今日のはね、まあ、お値段も良かったんですけど、かなり鮮度もいいですね。身がプリプリしてますね。今日の全然生でいけるやつですね。よいしょ、まあ天ぷら美味しかったんで天ぷら用にしようって感じなんですけどね。よいしょ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 、今日はちょっと細かいのをいろいろ買いすぎちゃったんですねちょっと後で時間がなくなりそうな予感がしてますけれどもよいしょ、まあ今日のランチは予約ないので、まあ頑張って仕込んでおこうかなってところですけどね。よいしょ、お、ありがとうございます。夏はキスと秋口中は落ちはず、天ぷらがうまい季節が続きますねあれ、そうですね、ありがとうございますね、いいですよね。よいしょ、その辺もねうまいこと釣れたらね最高なんですけど、なかなかね釣れないので自分としてはなかなか釣れないのでね、ちょっと残念だなと思ってるところでございます。よいしょ、お、ありがとうございますなるほどでございますちょっと違うやつですけどねありがとうございます。よし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 、かなり身が締まってますね。びっくりですね、これはね。よいしょ。よしよし。よしよし。今日もね、いろんな魚入ったんですけどね、なかなか、よいしょ。ね、いろんな魚入ってましたね。これからもいろいろさばいていくんですけど、シイラとかもね、入ったんで、久しぶりにね。こちらがねシーラーでございますね。あったかい方にね多いやつで、よいしょ、まあ最近は青森の方までね回遊していってるなんつって話題になってる、よいしょ、回遊魚ですね。まあマグロとかみたいに沖とかをねこうバーッと泳いでるようなお魚でございましてね、まあ先ほどから言ってるようなあのルアーとかでね釣ったりするやつですね。よいしょよいしょ、お、ありがとうございます。メスですねそうですね、メスっぽいですね。まあまだちっちゃいんでね、まだこれからかもしれないですけどね。よいしょ、あのハワイとかでもね結構よく使われてるお魚でございまして、あっちだとマヒマヒなんて言ったりしてね。よいしょ、ポキとか、よいしょ、あとはフライとかにしたりとかねよく使われてますね。若干身に水分が多いんで、まあ、水分をねしっかりコントロールしてあげると美味しくなるっていうようなお魚でございますね。よいしょ、まあ、めちゃめちゃでかいのとかが入ったりするんで、これぐらいの方がなんか美味しそうな気がしてますね。まあ、まだね食べてないんで分かんないですけどね、はい、いつもでかいのしか入んないんで。よいしょよいしょよいしょ、
お、女の子ですね。合ってました。さすがっすね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、男。お、あれです、シーラムニエルしか食べたことないです。ムニエルもね、間違いないですよね、やっぱね。よいしょ、ムニエルは最高ですね。よいしょよいしょよいしょ。市場で買うとね、シーラめちゃめちゃ安いんでね、見かけたらね、もうぜひ買いですねって感じですけど、そうですね、今日はまあこの辺、このサイズで1匹500円でしたかね。1匹500円で売ってて、もっとちっちゃい、なんかすごいちっちゃいやつだと、まあ、初めて見ましたけどね、すごいちっちゃいやつ、それは1匹50円とかで売ってましたね。よいしょ、シーラでございました。とよいしょよいしょよいしょ。お、あれです、関東でクジラは一般的に使用されるんですか。長崎はおそらく今までもクジラ専門店もあり、一般的に食べられます。クジラ、そうですね、まああんまり食べない感じではありますけどね。クジラ食べない感じがかなり出てきてますけど、まあ、千葉とかだとあの一応ね、あの郷土料理的なクジラとかもありますからね。お次、こちらカンパチでございます。長崎のカンパチかな。よいしょと、ね、クジラもね食べていかないと減らないなってとこなんでね、頑張りましょうといったとこですね。はい、うちもね、今週はクジラのノルウェーで取った商業捕鯨のミンククジラのトロがね、入っておりますんでね。よかったらぜひといただこうでございます。油乗ってて美味しいですよ。お、あれです。こんな強いの細かい鱗あるんですね。そうですね。結構ね、細かいやつがあるんですよね。なんかね、トゲみたいなね、鱗がね、結構生えてるんですよね、シーラはね。よいしょ。それなんでね、結構ちゃんと取っとかないと、後でなんか、まあ、取りきれないんですけどね。よいしょ。残っちゃって結構大変になりますね。よいしょ。お、あらです。美味しそう。ありがとうございます。かぶりつきたい。ありがとうございます。今日もね、なかなか美味しそうなとこばっかね、入れてきたんでね。よっ、よいしょ。よいしょ。お、あらです。お、高校時代、実習船でマグロ入るの。おお、よいしょ、すごいですね。すごいですね。よく捕獲されてサメにかじられた答えとか余分なので、たまにムニエルおかずして出てました。おお、いいですね。お、よいしょ、すごいいろいろ食べてるなこれ。よっこいしょ、よいしょ、よいしょ。ね、なんかね、ハエのままね、サメにかじられるってね、よく聞きますけど、やっぱそうなんですね。いやいやいや、ね、自分はね、ちょっと船酔いもあるんで、なかなかそういう船に乗れないんで、そういうお話はとってもね、いいなって思いますね。ありがとうございます。よいしょ。お、あれです、シイラの皮ってビブリオ菌かなんかあるんでしたっけ。まあまあそうですね、てかまああるって、なんかそのね、なんかニュースネットの記事だとよく出てたりするんですけど、まああれ全部一緒ですからね、魚だとね。魚の外側に菌、あの海のね魚に菌があるってのはまあ当たり前なので、多分その鱗とか取り切らないとか、そういう面もね、あの関係してるっていう意味合いはあると思うんですけれども、まああれは海水魚全般はそうなので、まあなんかちょっとね、こじつけじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。なんていうんですか、釣りっていうんですか。ね、ルアーで釣ったりとかもしますけれども、インターネットでも釣りっていう時代なんですかね。よいしょ、よいしょ、さっと、お次はね、痛い鈴木でございます。結構ね、トゲがいっぱいあるんで痛いやつですね。ちょっと爪の間狙われましたけどね。よいしょ。お、あれです、カンパチ聞いたことある。カンパチね、はい、とても有名なとこなんで、まあブリの御三家なんて言ったりするやつですね。ブリ、カンパチ、ヒラマサなんて言ったりしますね。よいしょ。お、あれです。はい、Thank you for your comment. ありがとうございます。ありがとうございます。超うまそう。ありがとうございます。超。お、あれです。お腹パンパンな子、なんか美味しそうだから好き。そうですね。お腹パンパンなやつはね、やっぱ太ってる割合が高いですね。まあ、とはいえ、ご飯ね、いっぱい食べてるだけとか、
浮き袋膨らんでるだけっていうパターンもあるので、まあ、本当に魚が太ってるかどうか見極めるときはここですね。ここのお尻の後ろのヒレのところが膨らんでるやつは、まあ、いわゆる人間でいう下っ腹なのでね、この辺が、そこが膨らんでるやつは太ってます。お、あれです。Thank you for your comment. ありがとうございます。よいしょ。こいつもね、なんでね、まあ、珍しく太ってそうなスズキを見かけたんで、仕入れてまいりましたね。さっきも言った通り、大体ね、痩せてるスズキが多いんでね。よいしょ。よし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 。お、あれです。魚多少なり菌やら菌類や寄生虫ついてるものなんですけどね、過剰に保持されてるんですよねそうですね、シイラのやつはね、なんか面白おかしくね、煽り立ててる感じはちょっとありますよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。スズキは結構浮き袋が発達してて、まあ、切れるんですけど、ここで切るとね、取りづらくなっちゃうね、かえって。あ、こういう感じで浮き袋が膨らんでてお腹が膨らんでるってパターンもあるんですよね。よいしょ、切っちゃうと取りづらいんで、自分はね、切らないでここで手で取っちゃいますね、浮き袋ね。よいしょ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 、おい、浮き袋でした手で取っちゃうとこの辺も綺麗にね洗えますんでね。おあれです、神奈川の感じ立ってたら足に魚寄ってきて楽しかったけど、後日近景の感染対策でした。あら、まあ大丈夫ですかまあね、どうしてもね、川とかね、海とかね、菌とかね、やっぱいますからね、自然はね。体調ね、なるべく万全でね、挑みたいところでございますよね。あとは終わった後ちゃんと洗ってあげるとか、そういうの重要ですよね。よいしょ、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 よいしょ。お、あれです、処理大変そうですねありがとうございます。まあね、そうですね、魚はね、それはありますけれども、よいしょ、まあ秋ですしね、楽しいとこなんでね、よいしょ、楽しんでやっております。こちらがね、千葉のブダイでございます。先日に引き続きまた入れてまいりました。よいしょ、結構身が締まっててね、上品で美味しいとこなんですよね。まああまり食べるイメージがないかもしれないですけどね。よしよしよし。お、あれです、私も浮き袋入れたら溺れなさそうまあ泳ぐの結構大変ですからね、まあ、最近浮き輪とかね、いろいろありますからね、その辺でもいいかもしれないですけど、まあお外は暑いですからね、なかなかちょっと海とかプールもね、行きづらい、ね、時代になったなというところはございますね。よいしょ。お、あれです、クジラヌックを使用した寿司もあるんでしょうか。長崎では刺身として食べれることが一般的でした。そうですね、うち今日っていうか、まあ、今週は普通にお寿司で出してますよ。ノルウェーのミンククジラのトロのとこですね、油乗ってるとこです。よいしょ、まあ、まあ生姜とネギで食べますけれども、薬味は生姜と万ネギで食べるんですけど、まあ割とマグロのね、中トロみたいな感じで油乗ってて美味しいですね。よいしょ、まあなかなかね、クジラって言ってそれだけで無理っすみたいな方が多かったりするので、まあね、普及活動はね、難航しておりますけれども、結構おすすめしてます。よいしょ。お、あれです、すく美味しかったです。お、そうなんですねいいですね、すく自体は食べたことはないんですけどね、いいな羨ましいですありがとうございます。よいしょ。お、あれです、昨日カツオ一匹もらってさばいて食べたんですが、おお、血生臭くて美味しくなかったです。あら、まあそうだったんですねそうですか、まあカツオもね、最近は結構香りが強いんで、そのあたりのコントロールがやっぱ難しいかもしれないですね。よいしょ。まあ自分の場合ですと、その皮目をね、しっかり炙ってあげるっていうのがまずポイントですかね。皮をしっかり炙ってあげると、その生臭さが飛んで香ばしさが勝ってきますんで、まあ、炙りが甘いと、その逆に生臭さが引き立っちゃうみたいなこともあるので、まあ焼きまでいかないですけど、結構ね、まあちょっと焦げじゃないですけど、黒っぽくなってくるぐらいまで結構しっかり炙ってあげるのがおすすめですね。あと最近香り強いんで、血合いは結構取ってあげた方がいいですね。よいしょ。まあ血合いにも栄養抜群なんで、その食べるその具合にもよりますけれども、生臭いなっていうか、香りが強いなって思う場合は、血合いも結構取ってあげた方がいいと思います。
こちら気仙沼ですね。千葉県、宮城の気仙沼のカツオでございます。お、ありがとうございます。お、うわ、美味しそうな、これ、ライこれありがとうございます。先ほどのはね、ブダイってやつでしたね。お、ありがとうございます。内臓もいや、腸の内容物と苦玉以外を食うようにしてるんですけど、おー、すごいですね。福袋独特な食感で好きすごいですね、それはすごい素晴らしいでございます。なかなかね、内臓関係結構香りが強かったりしますからね。自分もチャレンジしたりはしてるんですけど、なかなかどこがいいかなっていうのありますね。よいしょよいしょよっこして、でかい丸々としたカツオですね。お、あらです。スクは塩漬けしたものをスクガラスって言うんですね。そうですね、はい、塩唐辛子漬けみたいな感じですかね。魚醤みたいな感じがちょっとあるようなね、感じですけどね。まあ魚醤まで旨味ががっつり出てる感じではないですけどね。よいしょ、お、今日のもね、油乗ってそうですね。よいしょ、先日のよりね、値段はかなりお安くなってるんですけど、よいしょ、まあやっぱり安くてもね、こういういい時期には安くても結構選ぶとね、いいのが買えたりしますんでね。まあこの宝探し感もいいですよね。お、あれです、砂漠の免許いるのがフグだけですか。そうですね、フグぐらいですかね。はい、ですかね。よいしょ、まあ免許もね、その地方によって違ったりとかいろいろありますので、まあなんかね、ちょっとあやふやな面があったりしますけどね。まあフグはね、本当危ないんでね、あんまりやられるのはおすすめしないですね。はい、よいしょ。種類によってもどこのあたりにね、毒があるとかも変わってくる、来たりして危ないのでね。よいしょ、これで下処理が一通りですかね。よいしょ、まな板洗っていきます。ブダイブダイ、そうですね、あの海藻とかね、いろいろ食べたりするような、結構ね、顎がすげえしっかりしてるやつでございますね。ちょっと南の方の毛色が強いお魚になってきますかね。よいしょ、お、あれです、暑すぎて海の表面あったかそうそうですね、やっぱかなりあったかいみたいですね。しょ、なんか4度とかね、5度とか例年より上がってるみたいな、そんなような話もね、ちらほら聞きますけれどもね。よいしょ、まあうちのこのお水もね、なんかぬるいんで、ちょっとね、嫌だなって思ってますね。よいしょ、もうね、そんだけ暑いんですね、困ったもんですね。お、あらです、お腹空いてきたからしょうがなく酒茶漬け食べてますでぎゅう寿司引きたい、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいですお腹空かしちゃってすいません。よいしょ、さてさて、お、あらです、カツオは刺身をニンニクたっぷり入れた醤油でこってりつけて、熱々の飯からかき込む、大好き、いいですねそうですね、まあ香り強い場合とかね、やっぱ薬味も逆、まあそれに応じて強くしてあげるとね、そのまま楽しめるっていうパターンもありますのでね。香りと薬味はまあ同じというかね、相関関係といいますかね、香りが強かったら薬味を強くしてあげるってやってあげるのもありですね。よいしょ、お、あれです、肉寿司絶対美味しいですよね、どこでもドア欲しいもんありがとうございますまあこだわっておりますね、はい頑張っております。よいしょ、お、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こちらね、気仙沼のカツオでございます。カツオだからはみっちゃおうか。よいしょよいしょよいしょ、お、ありがとうございます。よいしょちょっとわからないですけど、ありがとうございます。 Thank you for your comment、 ありがとうございます。お、あらです、動物もお魚さんもおデブの子が可愛くて好きですねおデブの方がね、可愛いっすよね。よいしょ、ね、嫁の実家のワンちゃんもね、太らせようとしてね、怒られてますけどね、はいね、ぽっちゃりのがね、可愛かったりしますよね。よいしょ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 、ピッピッと、よいしょ、おいしそうですね、ありがとうございますね。今日もね、結構太ってる子ばっかりでね、よいしょ、いいですね。よいしょ、3枚にしていきますかね。よいしょ、お、あれです、欲しい、どこでもとはそうですね、本当にね、そこは欲しいですねよいしょ、使い道いろいろありそうですねよしよしよし、お、あれです、
エクセレントですか。ありがとうございます。Thank you. Thank you for your comment. ありがとうございます。よいしょ。まるまるでございます。お、あらだす。初見です。ありがとうございます。何をしてるんですか。よいしょ。うちがあのお寿司屋さんでございますので、よいしょ。寿司屋の仕込みをね、頑張っております。よいしょ。今はね、こちらカツオさばいてます。よいしょ。お、あれだす。関西民なんでカツオ丸々丸のまま売ってるのまず見ないで丸ごと手に入れるの羨ましい限りです。あ、そうなんですね。なんかカツオ関西のイメージもありますけど、あんまりあれなんですね。よいしょ。カツオちゃんは3枚にしたらまずね、ここ割ってあげるといいですね。見割れ防止になります。よいしょと、よいしょ。お、あれだす。1匹いくらくらいで仕入れるのですか。そうですね、先日はちょっとお高かったんで3キロぐらいで3000ちょっとでしたかね。3000、消費税入れて4000ぐらいか。先日はそうですね、4000ぐらいでしたけれども、今日は安かったんで、まあ、今日はもうちょっとランクが低いというか、まあちょっと高いのなかったんでお安いやつで、今日のは3000ぐらいですかね、これでね。はい、日によってランクとかね、その相場とかでいろいろ値段はね変わってまいりますね。まああんまり高すぎてもね、あのお客さんがね高くなっちゃうんで、そのあたりは値段と質とね見ながら入れてくるって感じでございますね。まあお値段以上ね探すっていうのがね基本でございますね。お、あれです。行きたい方のためにお店ごと家の前にワープお願いしますそれすごいっすねもうなんかね別のに使った方がいいような気がしちゃいますけどねありがとうございますよっしゃよっしょと、うん、いい感じっすね。お、あれです。南極でオットセイの腹の中で魚を自然発酵させる料理もありますね。本当に興味深いですそうなんですね。なるほど、それはなんかありそうですけど初めて聞きましたねすごいですねよいしょ、よっこいしょ。うん、いい感じですね。ちょっと水分多めですかね。この後水分調節していい感じにしていくって感じですね。カツオでございました。お、あらです。なんかネギウサ自身がめっちゃ清潔感があるからありがとうございますそう言っていただけて嬉しいですありがとうございます。よいしょ。お、あらです。ドラえもんのポケットがネギウサのせいで出てこないそれもやばいっすねまあ握りたてがうまいんでそこはなかなか難しいところでありますけど、時間止まるのかなポケット。あ、止まんなかったですね。みんな入れますもんねお、あれです。ペット太らせるの分かりすぎてやばいねえ、かわいかわいいっすからね、本当にね怒られますけど、はいよいしょ。お、あれです。どこのお店ですか。高知。うちはあれですね、千葉でございますね。千葉の鎌ヶ谷市っていうところにあるネギオ寿司と申します。よいしょ。まあ関東圏はね出張ケータリングとかもやってるんで、まあ、もしね何かあればといったところでございます。あれです、瀬戸内海側だと本当見ないですよ。あ、そうなんですね。あ、そうか、確かに瀬戸内海には確かにねいないですよね。外洋系ですもんね。なるほどでございます。勉強になります。ありがとうございます。よいしょ。お、あれです。僕ドラえもんありがとうございますセッキーフォヤコメント、ありがとうございます。よし、こちらね鈴木ですね。江戸前東京湾ですかね。久しぶりに太ったやつ入れたんでさばいていきます。お、エビちゃん最近元気ですか。はい、エビちゃん元気でございますね。はい、ちょっとねあの大きいのが大暴れして、ちっちゃい子がなんか心なしか減ってるような気はいたしておりますが、とても元気でございます。一応あれですね、別の種類のエビも最近飼い始めまして、そっちはねあの増えてくれる子なんで、ちっちゃいエビたちがねいっぱい増えてて超可愛いですね。あれですね、サブチャンネルが50人いったらまた水槽ライブ始めようと思ってますので、はい、まあ、もしよかったら概要欄にサブチャンネルも
貼ってあるのでぜひぜひよろしくお願いいたしますでございます。まあまだあんまり上げてないですけどね、はい。お、あらす、すげえ。ありがとうございます。よいしょ。お、今日は工藤はいないですね。よかったよかった、当たりです。最近ね、鈴木も工藤が多くてね、ちょっと困ってるんですけど、今日はなくてよかったです。お、あらす。カツオは最長でどれくらい日持ちしますか？そうですね、カツオはどうしてもね、赤身なんでね、色変わりが早いので、まあうちで頑張ってあげて3日とかですかね。はい、しょう。まあ柵とかにしちゃうとやっぱその日だけみたいな感じですよね。まあけどさすがに3日目とかになるとやっぱりちょっとね、色がくすんできちゃうんで、まあその辺はあれかなと思いますね。まあ多少でしたらあんまり味には影響ないんであれですけど、鈴木でした。まあ結構変わってきちゃったら身をね、削ったりしてあげた方がいいですけどね。お、あらだす。包丁は特注ですか？あ、いえいえ、そんなことはないですよ。そんなことはございません。こちらはね、東次郎プロって言って、東次郎さんのやつですね。一応 URL が概要欄には貼ってあるんですけれども、まあちょっとね、昔のやつ、15、6年前のやつなんで、よいしょ。同じ材質のものはちょっとなんかスパッと見当たんなかったんですけど、これはモリブデンバナジウム製っていうね、包丁でございます。声が若い。ありがとうございます。そう言われて嬉しいですね。ありがとうございます。お魚しまっていきます。あ、お米もやんなきゃ、忘れてた、悪すぎてた。よいしょ、鈴木でございます。お、あれです、包丁何使ってるんですか？こちらは東次さん、今ちょっとちょうど行ったんですけど、東次郎プロっていうところの牛刀でございますね。よいしょ。牛刀はね、まあ、ちょうど材質的にはね、ちょっとしなるやつなんで、このしなりを利用してさばくっていうのを自分はやっております。よいしょ、カツオですね。お、ワープ能力がってた理由さん、寿司力にしてなさそう。まあそれはそうかもしれないですね。だけど魚好きなんでしてっていう可能性も結構ありますけどね。よっしゃ、よしよしよしよ。お、ありがとうございます。よく切れる包丁は見てて気持ちいいです。ありがとうございます。よしよ、結構研いであげるとね、包丁も切れるようになるんで、まあ研げる包丁ね、結構おすすめはしておりますけどね。よっしゃね、薬味ガンガンつけるのもね、美味しいですよね。うちではなかなかね、まあやらなかったりできなかったりするんで、外でね、食べる分にはいいなって思いますね。よいしょ。お、あらだす。なるほど、僕の生ハトが腐っちゃう。それも大変ですね。よいしょ、おはようございます。お、おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。お寿司大好き、どこにもあるお寿司屋さんの地元でビビってます。お、そうなんですね。機会あれば今度伺いたいですね。仕込みお疲れ様です。お、ありがとうございます。ぜひぜひでございます。まあ、もし何かね、いらっしゃる場合とかあれば、お電話とか、LINE いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。しょ、カンパチでございます。しょ、お、あらです。身も白濁して、し、ハラミの感じはちゃんと脂乗ってそう。ですね。かなり脂乗ってそうでしたね。いい感じでした。しょ、お、あらです。人気ファンだから、サブチャンネル登録するしかない。ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。よいしょ。ちょっと最近忙しいんで、ちょっとね、何もあげてないんです。何もってことはないんですけど、あんまりあげれてないんですけどね、すいません。よかったらよろしくお願いいたします。よいしょ。お、あらです、おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。こちらはね、カンパチでございます。よいしょ。お、シーバスちゃん。そうですね、先ほどお話ししてたシーバスちゃんですね。よいしょ。まあ、ちょうどいいサイズかなって感じですね。まあ、もうちょっと小さくてもね、美味しいかなと思うんですけどね。よいしょ。お、あれです、ワープしてお魚乱獲しそうです。乱獲はしないですけどね、はい。ね、お魚ね、いいとこ取れますからね、いいですね、それもね。よっこいしょ。よいしょ。お、あれです、こんにちは。こんにちは、いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今ね、カンパチさばいてます。ちょっと水分多めですかね。今日長崎だったかな。よいしょ。お、ありがとうございます。
よいしょ。結構酸素に触れる面積が増えれば劣化率も増えると考えてるんですが、適切な保存状態を保って真空すればさらに長く保存できると思ってますが、どう思われますか？そうですね、真空もまあありだと思いますね。よいしょ。ただ真空とかでその、まあ、密閉とかにして保存をするってなりますと、まあ、水分が抜けないっていうのがちょっとネックかなと思ってますね。よいしょ。うちの場合はペーパーしてあげて、あ、こちらシーラでございますね。こう冷蔵庫の風に当ててあげるので、まあ、常に水をねこう抜きながら保存していくみたいな感じになっていきますので、まあ、菌がね発生しにくいってことなんですけど、まあ、真空は真空でしにくくなるんですけども、まあ、またね水分が抜けなくなるとそっちの方で劣化が進むってこともあるので、まあその辺のね、まあ、真空にしたら下でおそらくですけど、まあそうですね、半日に1回とかはペーパーを変えるとかしてあげた方がいいとかね、まああんまり変えすぎても今度はねうまみも抜けちゃうんで、まあその辺のバランスが難しいとかそういうところあるかもしれないですね。よいしょ。よいしょ。まあ水に沈めてね、結構空気抜いてあげてやるみたいな方とかもいらっしゃいますよね。まあ疑似というかね、結構簡単な真空みたいなって作れますからね。ただ水を使うと水がねその何て言うんですかね、いろいろやったりする過程で含まれちゃう危険性が高いんじゃないかなと思ってるんで、自分はちょっとねちょっと危なそうだなとは思ってますね。お、ありがとうございます。よいしょ。日に夢中になって汁飲まれませんように確かにそうですねありがとうございます。よし、お、あらす、えぐうまそうありがとうございますそう言っていただけて嬉しいです。よいしょ。おいしいとこね入れてきてますのでね、よこしょ。よいしょ。お、あらす、シーラー釣れたての綺麗さは毎回ほろぼれする。あー、なんかすごいですよね。ね、自分釣ったことないんであれですけど、なんか見てるとねすごい綺麗な感じしますよね。いやー、釣れる方はいいなと思いますね。羨ましいです。よいしょ。お、あらす、シイラって美味しいのですか？シイラ結構美味しいですよ。基本的に水分多めな個体が多いので、まあ水分をね結構抜いてあげるっていうのが重要になってきますかね。まあさばいて、まあお塩とか当ててあげて、まあペーパーでねこうくるんで水分抜いておくみたいなとかやってあげると、まあ、割と身も締まってきてね。よいしょ。まあマグロみたいに、本マグロみたいにちょっと酸味がある系なんですよね。ちょっと酸味があって、まあうまみもあるんで、結構ねおすすめではありますけれどもね。まあそのくせ結構安いんで、まあコスパもいいですって感じですかね。最後までねご覧いただきありがとうございました。よろしければね他の動画とかサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。それではまたご都合が合いましたらぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。